石巻歩みの駅は、宮城県石巻市、門脇屋ザオーバ西にある、東日本旅客鉄道線籍線の駅である。高城町駅より、東北本線に直通する線籍東北ラインの一部、列車も停車する。東日本大震災前より、陸前赤井駅と蛇田駅の間にある、東松島支流の目地区、柳の目駅の新駅設置応募エリアに、新駅、 柳の目駅を設置する構想が浮上し、東松島市、石巻市の市議会議員や宮城県議会議員などが実現に向かって活動していた。しかしながら、2011年に発生した東日本大震災の影響でこの新駅構想は一時、立ち消り状態になった。その後、柳の目地区に隣接する石巻市新平美田地区が、 東日本大震災の被災者の集団移転先となり、新市街地が形成されることから、石巻市と JR が新蛇田地区への新駅設置の協議を始めた。当初は2015年の線積線の全線復旧に合わせて駅開業を目指すとしていたが、開業日は2016年3月26日となった。2013年11月21日、 石巻市と JR 東日本は、蛇田新駅設置について、基本合意し、駅舎基本設計の協定を締結した。2015年2月5日、JR 東日本は、新駅の名称を、石巻歩みの駅とすることを発表した。位置は、起点の青罰から、46. 4 6 4トル付近となる。駅名には、復興、未来、 新生活への歩みを進めてほしいという思いが込められている。当駅は石巻市が将来的に約5,500人の新市街地居住を想定し、東日本大震災の被災者向け住宅地として整備が進む新蛇田新蛇田南地区の復興ニュータウン内にあるが、前日の通り東松島市に近接しており、同市側にも災害公営住宅が建設されている。 短式ホーム一面一線を有する無人駅である。待合室の中に乗車駅証明書発行機が、出入り口に、簡易水化改札機が設置されている。付帯設備として、駅北側に、駅前広場を作り、駐車場や屋根付き駐輪場、公衆トイレが設置されている。ありがとうございます。